さんこんこにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、私のちょっとした外出記をご覧いただきたいと思います。近代あ国立近代博物館です。写真でご覧いただきます。はい、これは千鳥ヶ淵ですね。千鳥ヶ淵かなまあ、江戸城のお堀ですね。これもそうですね。はい。 はいいよいよ玄関になります。あ、これ違うかなこれ違う建物かもしれないですね。はい、あこっちですね。こっちが、えー、工業館になります。はい、工業館。昔は、えー、第1師団の司令部だったところですね。はい、日本軍の、はい。はい。そうですね。きれいですね。厳かな。 厳かな建物ですねはい綺麗ですね、はい、西洋建築はい中身に中に入りましたいろんな美術品が並んでいますはいこれなんか面白いですよねはい古いものですねはいこんなものもありましたお香を建てでしょうかこれ綺麗ですよねー あこの淡さ素晴らしいなと思いますはいこれもすごいですよね技法が本当にまあよくこんな模様を金属で作る金粉とか使ってね銀粉とか使って素晴らしいですねはいちゃんと蓋と箱がつながっているデザインはいはい これもなかなか龍の上に菩薩が乗っているという。なかなか見ない絵ですよね。はい。はい、これ誰だったかなあ後。上に書いてあるな日本人ですね。はい、面白い絵ですね。なか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 雑に描いているように見えますが、ちゃんと雰囲気が伝わってくる。こういうのって本当とすごいなと思います。 はいこんな絵もありました対になってる感じですねはい、はい、これも何ていうかこう並べることによってこう意味を出そうとする作品なんでしょうねはいはいこんなギャラリーもありましたはいこの絵が綺麗だったな葉っぱが。 ねえ綺麗ですよねこなすこなすがねできていますはいこの絵も面白かったんで撮ってみましたはい色のなんか色の分け使い分けが面白いなと思ってちょっと私が好きな色使いっていう感じですかねこれに紺色が入ってたら完璧って感じですかねはいはいこれもなんか面白い 生き物の目が真ん中にあるというどういう様子なんだこれはっていうそういう驚く絵ですねはいこれも面白かったですねはいなんかネイティブアメリカン的なイメージもちょっとしますけどはいどこのものなのか分かりません多分日本人が作ったんでしょうね日本の近代美術館なんであけどあそっかピカソもあるしなちょっと分からないですねはい はい、こんなものもありました。面白いですね。鎖で、はい、表現するという、はいはい。こんなものもありました。運ぶの大変そうですね。はい、これ何ですかねこれもう一応アートなんですよね。はい、アートなんでしょうね、はい。これもアートなんでしょうね。 はい、えー、ごはんを食べました。カルパッチョおいしい。はい。これ何かなフォアグラかなフォアグラのチーズリゾットですかね。はい。おいしい。おいしそう。はい。パスタ。はい。おいしい。野菜いっぱい。はい。これがメインかなこれは何ですかね。魚ですかね。はい。 美味しそう。はい。デザートもついて。いいですね。いいデートになりました。美を楽しみ、食を楽しむ。いいですね。はい。では写真、えー、画面戻ります。いかがでしたでしょうか。えー、結構ですね、あのー、近代国立美術館の近く、探すといいお店ありますんで、まあ、近代国立美術館自体にレストランがありますんで、ぜひ。 お立ち寄りするされるのもいいのではないでしょうか。はい。ということで、えー、外出機でした。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。